ロジャー・バローズは、日本の競争場、シュボバ。2019年の東京優秀の勝馬である。2016年1月24日、新平課長の日屋牧場にて生まれる。同年7月12日、セレクトセール搭載場市場に上場され、井の熊広継によって7800万円で落札される。セール後は、ノーザンファーム空港牧場 A19 社で育成された。 8月18日の新潟競馬場、芝2000メートルの新馬戦に、戸崎啓太とのコンビでデビューした。レースは、道中5番手を追走して、直戦落に抜け出して解消した。その後は特別の紫菊賞がアドマイアジャスタの2着と、成子の年を終える。年明けの副樹賞特別を勝って、初の重賞挑戦となった、スプリングステークスは、 初の長距離遠征が影響して7着となり、京都新聞杯へ駒を進めた。最初、4位広文が、起乗予定だったが、起乗停止になり安城は、浜中春に乗り換わった。レースは逃げて、最後の直線は逃げ切りを図るが、レッドゼニアルに刺されて2着に敗れた。なお5月16日に、奇跡。 サートゥルナーリアらと共に外線文章に登録したことが JRA から発表された。迎えた第86回東京優秀では、同級者のサートゥルナーリアが単勝1.6倍の一番人気に押される中、ロジャー・バローズは単勝93.1倍の副兵扱いとされていた。しかしレースは、リオン・リオンが1000メートルを57秒8のペースで逃げ、離れた2番手を、 マイペースに追走。直線に入ると早めに追い出して先頭に立ち、差を詰めるダノン・キングリーを首差しのいで優勝した。安状の浜中俊は6回目の挑戦で、ダービージョッキーとなった。ダービー制覇後は、6月1日に外線門章への挑戦が決定。一旦放牧へ出された後、七月十九日に、旧舎へ帰球し、外線門賞へ向けた調整がなされていたが、 8月6日のエコ検査で右前浅く腱炎を発症していることが判明。同日のうちに現役引退及び守護入りが発表された。管理する角井、調教師は引退についてオーナーと相談した結果、残念ですが引退を決めましたと明らかにした。ダービーで安城を務めた浜中は自分をダービージョッキーにしてくれた馬。 早い時期の引退は残念ですが、命を落とすような怪我ではなく幸いでした。無事に繁殖に上がれるのは良かったと思います。ディープインパクトもなくなり、後継種母馬としていい子孫を残してもらいたい。また、その子供でダービーに挑めたらいいなと思いますと、コメントを寄せた。同8月8日付で競争馬登録を抹消した。2020年より、アロースタッドにて種母馬生活を送ることになった。 二年ごとにイーストスタッドとアロースタッドを行き来する国内シャトルシュボバとしてつなぎようされる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2020年よりアロースタッドで種ボバ入り。初年度は97頭に種付けしている。母リトルブックはイギリス産の品馬で10戦未勝利に終わった馬であった。半姉に G.I.7 カチウマジェンティルドンナの母であるドナブリーニがいる。2012年にタタソールズの繁殖品バセールに上場され、ヒア牧場の依頼を受けた株式会社 JS によって23万ギニーで落札された。ヒア牧場と JS もその決闘背景に注目して、リトルブックの落札を目標として競りに臨んでいたという。ありがとうございます。